うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。捜査資料だ。寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。そんなサボるだなんて。皆さんこんにちは。カムロ署組織犯罪対策課刑事綾部和也役で出演させていただく滝藤健一です。嬉しかったですよね。あの夢っていうかやっぱ目標っていうかゲームのキャラクターになるってすごいことだなって思ってましたから。ドラマとか映画にこうキャスティングされることも大変なことですけど、 いっぱい役者さんいる中で、でもやっぱゲームのキャラクターになるってちょっと特別ですよね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。本当にうぬぼれてるって思われたくないですけど、ちょっと得意なとこでしたね。だからキャスティングしてくれてるのか。ああいう小物でちょっとこう裏でこちょこちょやってて、でやさぐれてて、自分がこう若い頃から目標にしてたちょっと40、50ぐらいになった時のこうくたびれた感じっていうか、ああいうのはもうずっと自分の中で何度もイメージトレーニングしてきてるんで、割とスッと入れましたね。綾部は一見すると風采の上がらない無気力な刑事に見えますが、しかしその真の姿は捜査情報を横流しして懐を肥やし、神室町の裏社会を巧みに渡り歩くしたたかな人物です。その一方で主人公の八神にとっては貴重な情報を提供してくれる頼りになる存在であり、綾部の情報により本作のストーリーが展開していくなど、要所要所で重要な役割を担っています。つかみどころがない中にもどこか憎めないキャラクターとして登場する綾部に、ぜひ注目しながらお楽しみください。よろしくお願いします。